ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。読み上げます、まみぞうじゃ。本日は2022年度コナミデジタルエンタテインメントの採用大学ランキングの発表です。総合職以外の職種も含むのじゃ。それでは、始めていきましょう。第9位、筑波大学、東京外国語大学、東京工業大学、横浜国立大学、信州大学、名古屋大学、大阪大学、大妻女子大学、国学院大学、精神女子大学、東京電機大学、東京都市大学、東京理科大学、立教大学、同志社大学、大阪芸術大学、第7位京都大学、法政大学、第5位東京大学、立命館大学、第2位慶応義塾大学、中央大学、明治大学、第1位早稲田大学。ここまでがコナミデジタルエンタテインメントの採用実績上位大学となります。ではでは、次回の動画をお楽しみに。